立川死ゆは、東京都北区赤羽出身の落語家。本名は、樋口浩二。落語立川流所属。出林は、並木駒形。血液型は、B 型。1991年3月テレビで見た7代目、立川男子の落語、黄金持ちに心を射抜かれ、在学していた埼玉大学を中退し、落語立川流に入門。座名、心座 1999年11月に詰め昇進、講座名、心差し優と改名。2009年6月新内昇進。正当派の古典落語を大事にする。独独しさが、控えめの柔らかい口調が特徴で、端正な語り口が特徴。得意ネタは、たぬき祭、笑いだけ、ネズミなど、物腰の柔らかい個性を生かした人情話が聞きどころである。 日暮里寄せや上野広港時邸で行われる立川流一門の定期工業内で心優の会という独演会を積極的に実施している。新内披露演には独クマムシサンダ優が出席した。ラジオ番組マルエツミュージックプレゼントの収録会場で心優の義父がそのことを自慢した。独クマムシは2000万円持って行ったっけなとこれに答え、現場を沸かせた。 平塚発の新しい落語を望む市民団体の声に応えて創作落語、原平清水器愛田石橋山、合戦相模武士の誉れ、真田与一編を完成させた。メジャーリーグベースボールのボルチモアオリオールズのファンである。ありがとうございます。